ガイドマップいただきました。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる、くるぶしです。そろそろ見たい、ちょまるです。本日はやってまいりましたよ。朝早いよ、マジで。どこですか？ここはですね、はい、茨城県はひたちなか市にあるひたち海浜公園でございます。いや、今日はここで何を？今日はですね、はい、鬼ごっこします。鬼ごっこ。ちょっと前にね、チョモのお散歩配信で、鬼ごっこみたいになった時があって、そう出会えるかなみたいなね、今日はもうガチガチに鬼ごっこします。広さ的には東京ドーム40個分です。想像できない。罰ゲームはあるんですか？罰ゲームは今日の夕食をご注意です。うわー、地味に痛い。ご注意になります。ここに来るまでの配信で、はい、俺が鬼、はい、くるちゃんが逃げる側っていうのが決まりましたので、はい、制限時間3時間なんですけども、3時間逃げ切れば俺の勝ち、はい、そうそう、まあ俺ね40分で捕まえようと思います。無理。逃げてる時の、映像とかは、配信内の、そうそう、ツイッター内のやつなんでね、はい、ちょっと映像ちょっと荒いかもしれないですけども、うんうん、まあこんな感じだったよっていう感じでね、そうそうそう、はい、楽しんでもらいたい。じゃあそれでは行きましょうか。いはい、レディゴー。おはようございます。翼のゲート、10時になったのでね、早速じゃあみんな写真撮るよ。全然写んねえ。はい、入っていきます。おはようございます。ガイドマップ、あ、すいません、1枚です。あ、ありがとう。すいません、着きました。はい、入り口こんな感じです。あ、キア、わ、めっちゃ美味しそうなのいっぱいある。牛タン、牛タン食いて、牛タンいいな。気持ちいい、めっちゃエッチより気持ちいいのかな。さあ、ということで始まりました。くるちゃんは西のゲート、ちょまるは南のゲートよりインしました。今日ちょっと天気が悪いっていうことだったんですけれども、見てください、青空も少し顔を出しまして、絶好の追いかけっこ日和でございます。くるちゃんが今スタートしてる西口がメインゲートなので、もしかしたら向こう人いっぱいかもしれないんですけど、こっちはねマジで人土曜日っていう。しかも今日って年に何回かある入園料無料の日やったんですよ。たまたま全然知らんくて、ってことは明日めっちゃ人多いんちゃうんとか思ってたんですけど、今チョモララテの視界に人が4人遠目に4人。まあね、とりあえず3時間あるんで、ちょっと余裕やと思うんですよね。その気になりゃ30分で捕まえれると思うんですよ。でもせっかくアーシャ撮影ぶりの海浜公園やし、来るじゃん初めてやるしね、まあ、今日のルールの中にあるお散歩目いっぱい楽しむっていうのをしっかりやりつつやっていこうと思います。とりあえず見晴らしの丘行ってみる。このコキアンとこ、なんかうんこ臭いんだけど、なんだあれか、銀杏。すっげえ俺うんこ漏らしたかと思った。チャリがあるよ、チャリ。チャリ乗っちゃいけないんだ。ズルするとこだった。なになになに、ちょっとちょっと、テンション上がってきちゃった。83度。こっちのゲートは、夕方から。来い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 。これ、言うわけじゃない。ほらみんな。ほらほらほら。すごいすごいすごい、あ、ケバブがある。ケバブ屋さんがいないな。全くお腹空いてない。今これ 50m 先に砂丘ガーデンっていうのがあるっぽいんで、ちょっと行ってみます。あの看板に書いてる場所にどこにもつかへんねんけど、ここがそうってことなんかな。名前どんどん変わっていく。 150m 先、海の見えろか、海の見えろか、行こう、海見よう、みんなに海を見せる。まず今日はちょっと待って、海の見えろか、ここ進まなか、やばいやばいやばい、ちょっと正面にします。おー、行くよこの道。
獣道やし全然人おらん。うわ、大きい蜘蛛の巣、これ怖いな。おい、待って、いい感じかもよ。足元も砂浜の砂なんよね、完全に。はい、向こうにも海が、こっちも。風がすごいね、今めっちゃボワーなってたね。ボボボボ言ってないかな、大丈夫かな。でもなんか一面ガーッと海じゃないな、ちょっとなんかその防波堤とかがたくさんあって、ここちょっと一回撮っとこうかな。よっしゃ、噴水を皆様に。食べ物屋ばっかなんだけど、わ、ちょっといいなこれ、いいなこれ、映えスポット。ゴムのバッグ。あ、焼き小籠包。常陸牛やっぱあれだね。常陸牛のローストビーフ。常陸牛って俺知らなかったな。茨城ドッグ。ケバブ、当たり、ケバブ。はい、みんな、はい、行きます、撮りますよ。はい、チーズ。楽しいね。あ、ここちょっと写真撮ろうかな。全く映えなかった。はい、どうも、いでくるぶしです。経験人数は14人。今日はですね、ちょもちゃんと鬼ごっこ配信を開始して、早14分を迎えておりますけれども。見て。私の丘見払っていきましょう。あれ、こっちだってんのかな。豚骨スープが出てきた。後ろ足が疲れた。砂丘、思ったほど砂丘じゃなかったな。まあ、砂はもちろんあるんですけど、ほんまに今日どんより曇り空やったんですよ、東京出た時は。なのでめっちゃ良かったな、青空見えて。香りになってしまった。入り口であの地図を持ってきたらよかったな。パンフレットね、入り口にいっぱい置いてたんですけど、まあ、別にスマホで地図見りゃいいやんって思ったけど、見られへんな。
よし、どうしよっかな。あっちに行くとやっぱ風のゲートで、あっちに行くとまた南のゲートに戻っちゃって、ちょっとこっち行ってみましょうか。香りの谷、大草原、砂丘ガーデン。この特別な場所に来てるからさ、見逃しがちやけど、普通になんかもうこういうのも綺麗もんね。ちょっと撮っときます。この橋かわいい。ちょっと撮ります。あ、待って、海浜テラスとかあるやん。どっちに行こう。とりあえずこの香りの谷っていうのに行ってみよう。あ、でもなんかね、あの橋をくぐったからか、砂浜に向かうあの獣道が嘘のようにちょっとファンシーな。あ、待って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 、この下やんか。なんかあのなんかいっぱい、あれはあれはラベンダーじゃないかな、紫の。向こう側から降りれそうですね。ちょっと降りましょう。あっつ、あっつい、もうめっちゃ暑い。今香りの谷ってとこにいる俺。あ、香りの谷広いやん。で、今俺がいるんがどこ？あ、現在地これや。ラベンダーエリア、ローズマリーエリア、エキナセアエリア、セージエリア、全然わからへんな。じゃあとりあえずラベンダー行こうね。あ、めっちゃ綺麗。コモンセージ、シソかやって。わあ、かわいい。見て、こっちに行けってことなんかな。香りの谷マップ、今どこ。今自転車のこれやから、あっちに行くとクラフトガーデンエリア、あれわかんない、砂丘ガーデン。今現在地これやから、あ、こっちに行ってもダメなんや。戻って向こうか。一回戻りのやな。順番を激しく間違えたみたい。俺今日エビフライの尻尾持ってきてんねん。さっきなんか全体地図っぽいの見たところ、グリーン工房っていうのにまず向かえばいいかな。でも待って、獣道なんやけど、しかもちょっとなんかこの辺雲が多いか怖いんやけど。まだほんまにあれやな、俺はこれといったフォトジェニックスポットに出ない。可愛いの発見しました。近くに来てみたらあんまり可愛くないかもしれません。ウサギの狼をかけられてます。じゃあちょっと俺はこれをもうちょっと和む写真に変身させようと思います。さっきまでウサギが狼に追っかけられてる絵図がこの子頭に乗せただけで、狼からウサギがエビフライ取ったみたいになって思った。声でもらっていいですか？すいません、ノンアルビールを一つ。はい、くるぶしのお散歩配信というの。ケモン上から見つけたの。俺もジェットコースター乗りたいんだけど。はい。